実績で選ぶか専門分野で選ぶのか。はるちゃん、何を悩んでるの？相続に強い税理士事務所の選び方、どこがいいか考えれば考えるほどわからなくて。なるほどね。今日は税理士事務所の選び方を紹介するね。この動画を見れば視聴者の皆さんも税理士事務所選びで困らないはず。失敗しないために知っておくべきことは4つあるんだ。そんなにも？この4つの基準をベースに考えれば理想の事務所を見つけられるはず。こんなにも。でもさ、その4の相続に詳しいかに全部集約されてない？相続に強い税理士事務所を探すんだから、相続に強い事務所を探すに決まってるでしょ？つまり、あなたの事務所は相続に強い税理士事務所ですか？はい、私は相続が大好きな税理士事務所ですって答えたところに聞けば解決じゃん。もちろん4つ目も重要だけど、それ以外もとっても重要なんだ。一つずつ詳しく解説するね。まず一つ目の必要な時にすぐに対応するかについて説明するよ。相続で大切なことって何か知ってる？少しでも多くお金をもらうこと？それもなんだけど、スムーズに対応できるかどうかなんだよ。相続って手続きも多いし、亡くなってから10ヶ月以内に相続税の申告をしなければいけないというスケジュールもタイトな状況なんだ。相談しようとしている事務所がすぐに対応するかどうかは重要だよ。なるほど。でもどうやって見極めるの？タワマンから見える夜景写真とか撮ってお金持ちアピールすればいい？相談メールを送るの。そんな簡単なこと？お問い合わせフォームから相談を依頼して、営業日で2日以内に連絡が来るかを確かめるんだ。誠実な事務所であればすぐに連絡が来るよ。問い合わせメールだけだとすぐに連絡が来るけど、その後連絡がピタッと止まることもあるでしょ？そういう時は税理士の山田さんは夏休みの宿題をどうしてましたか？すぐにやる派？これは心強いですな。ちなみに私は31日にやる追い込み派なんですって聞けばいい？レスが早いところは安定してレスも早いから安心して。信頼できる税理士事務所は必要な時にすぐ対応してもらえるものです。問い合わせ段階からレスの速さを確認してください。二つ目はサービス・報酬について詳しい説明があったかどうか。税理士事務所のサービスは多岐にわたるんだけど、説明がない状態で進めたらびっくりするよね。そうならないように事前にサービスの内容をしっかり説明するかどうかが重要なの。親切な事務所は必ず事前に説明をしてくれるんだ。なるほど。これは税理士事務所だけじゃなく、いろいろなサービスでも言えるよね。サービス・報酬についての説明があるかについて確認してください。何も説明がなく進める事務所は注意が必要です。相続は同じ依頼でも税理士さんによって見解が違い、戦略も大きく変わってくることもあるんだ。そうなんだね。税理士事務所選びでは相性もとっても大切なんだ。恋人でもないのに相性を確認しなきゃダメなの？相性がいいと言いにくい話とか、どんな方向性にしたいとか、ざっくばらんに相談できるでしょ。逆にギクシャクしている関係性だと相続がうまくいかないことだってあるんだよ。担当者と相性がいいか見極めることも大切なんだ。そうか。恋人の相性の確かめ方はいろいろあるけどさ、税理士の相性の確かめ方って何かある？そうだね。話しやすいかどうか。それだけ？一緒にゲームをやって税理士さんのプレイスタイルを見ていくうちに、あれ？この人悪くないかも、チュキ的な漫画的展開は？いりません。税理士さんとの相性も大切です。些細なことでも気軽に相談できるかどうかも重要な判断要素になります。最後は相続に詳しいかどうか。相続に対してどの程度の知識を持っているのか知ることも大切だよ。相続でもさ、遺産相続とか土地の相続とかいろいろあるでしょ？どの分野の専門家に聞けばいいの？そうだね。相続に強い税理士さんならどの分野も知識はあるけど、相続申告の件数等を聞くといいよ。相続を得意としている税理士事務所さんの相続申告の件数は多いからね。相続申告の件数を聞いて相続に強いかどうか判断するぞ。相続に強い税理士事務所は相続申告の件数も豊富です。
相続申告の件数を確認して、実績が豊富な事務所かを確認しましょう。これで税理士事務所の選び方はバッチリだよね。わかったかな？先輩のおかげでだいぶ理解できた。これで私もトラブルなく税理士事務所が選べそうだよ。今紹介したのは税理士事務所を選ぶポイントだけど、はるちゃんにやってもらいたいこともあるんだ。大切なことは次の3つ。税理士に会って直接話す。親身に相談に乗ってくれるかどうかを確認する。サービスを確認し見積もりを取ってもらう。この3つを実行してほしいんだ。直接会って話して見積もり書を作ってもらう。あれ？なんだか簡単だね。簡単だけど、とっても重要なことなんだ。これをしっかりやっておけばトラブルになることもない。そうか。事務所を訪問する時の服装はラフな格好で大丈夫？大丈夫。事務所によってはリモート対応する場合もあるよ。税理士をセーターとか着なくて大丈夫？普段着で構いません。税理士事務所に行ったら必ず税理士と話し見積もりを取るようにしてください。相続を成功するための第一歩はコミュニケーションです。今日は相続に強い税理士事務所を紹介したよ。ちょっとしたことだけどどれも重要なんだね。そうだよ。私の周りで困っている人がいたら今日のポイントを意識して選ぶといいよって教えるね。参考になった。ありがとう。これで事務所選びもバッチリだね。ストラ先輩にゆるーく相続について聞いてみたは相続専門チャンネルです。相続についてわからない、相続についてもっと知りたい方は高評価、いいね、コメント欄に質問をお願いします。またストラ先輩の公式 LINE もあります。 LINE に登録をすると相続の最新情報やお得情報を取得できますよ。皆様からの質問をお待ちしております。チャンネル登録もよろしく。